理想選挙においては政権与党に返り咲くことが確実視されている自民党の衆議院議員高市早苗先生より祝電メッセージを頂戴しておりますので披露いたします。ジョイント大会のご開催誠におめでとうございます。北朝鮮による日本人拉致問題の解決と領土保全に情熱を持って取り組んでおられます頑張れ日本全国行動委員会奈良県本部並びに救う会奈良の皆様に深い敬意を表します。私も国政の場で最善を尽くしてまいりますので今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げつつ、ご臨席の皆様のご健勝とますますのご活躍をお祈り申し上げております。平成24年10月7日、衆議院議員高市早苗。ありがとうございます。本日は高市先生の秘書、木下様がお越しくださっておりますので、一言ご挨拶の方を頂戴できればと思います。皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました衆議院議員高市早苗の秘書をしております木下でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は、立派な先生方の前で、ご挨拶をということで一言申し上げたいと思います。本日お招きを預かったんですが公務のため代理となりましたことをこの場をお借りしてまずはお詫び申し上げます。今回ですね、頑張れ日本、福会奈良とジョイント大会を開催されましたことをおなかすぐご参加なされましたことをまずは、お喜び申し上げます。先日皆さんご存知のように我が自民党は安倍、総裁を選出しました。5名候補がいらっしゃった中で拉致に関して言及されたのは安倍さんだけです。その安倍先生が代表になったということで、拉致問題あと、まあ、領土問題もそうです。必ず、奪還するような形で、私どもも期待しております。どうか皆さん、次の選挙がありましたら私どもにどうか注いでいただいて、政権合体させていただけたらどうまた頑張って安倍総裁総理になると思います。その際には皆さんの期待に添えるように私ども一生懸命頑張ってまいりますのでどうかよろしくお願い申し上げつつという感覚ではございますが本日のご挨拶をさせていただきます。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。ぜひとも政権奪還を目指してどうぞ頑張っていただきたいと思います。ここに今日はありがとうございます。次に会場に今日お越しいただいている、橿原市議会議員の奥田博先生いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。続きまして本大会の登壇者をご紹介申し上げます。元航空幕僚長頑張れ日本全国行動委員会玉上俊夫会長よろしくお願いいたします。次に特定失踪者問題調査会荒木和弘代表研究所遠藤健太郎代表